島立命館加賀三年大会体育館野球部の朝の日夜サワヤンゲームズ、さあシャープでちょっと噛みかけたけど、まあセーブでしょ。ここさあ、ということで本日もね、マリオカート頑張っていきます。よろしくお願いいたします。さあ、ちゃんとカメラ回ってるで OK、 大丈夫。あぶねえ、ちょっと一瞬カメラ回ってないと思ってた。ちょっと今日音量ちょっとでかくしちゃったな、俺。耳の音量ちょっとでかめなんで、若干ガバリが出るかもしれないが、まあ大丈夫でしょう。ってことで、ちょっと2周目からちょっとニスクチャレンジしていこうかな、今日は。せっかくドラゴンロード引いたんで、ニスクチャレンジ頑張っていきたい。さあ、これちょっと一旦展開でちょっと我慢して、ちょっとメダル集めようか。メダル集めて、メダル集めつつの形で、ここバッツリ投げて、ダブル交換して OK。ナイスキノコ、熱い。俺かーい。俺なんだね、それ。まあいいでしょう。ショーツカッティングして、ちょっとあそこのリカバリー機能我慢して、こういうショーツカッティングを優先という形で取らせていただきました。さあ頑張ってください。さあ今3位ね。さあこれ次ニスキングチャレンジ していくか。ニスキングチャレンジを果敢にチャレンジしていく。待って、やらせろよ。おい、だからやらせろっつってんだろ、ニスク。おい、ニスキングチャレンジしてんだこっち。お前やばい、普通に。これちょっと一回防御して、さあ後ろスプラトゥーン、さあスプラトゥーンのこの炭を受けながら、どんだけ組んだよ、全部投げてんじゃん。ちょとりあえず俺も即投げしてもらって、なんでなんだよ。ちょっと待って、流れが地獄すぎる流れ、本当に。なんか後ろに待って、赤っこりじゃ最悪だ、最悪。普通に流れうんち、あそこキラ引かれなかったらまだマシだわ。横走ってんでよかった、マジで。さあ行きましょう。今9位ね、大丈夫。こっからもう一回俺ニスキングかまして、相手前でよかった。ニスクかませばいける。ニスクを丁寧に。変なキノコ吸ったらそうなりますわな。さあこれすぐ使ってって、1個まずここでアイテム交換するじゃん。まだいける、全然あのマキシオキノコ交換できるから。でここでガッツリスターを使って、ダブルアイテム取って、で9言われながら、はい強い、はい結構上がれるはず。え、全然上がれないんだけど、待って、頑張れ、上がれ。9位はやだ、9位は話には違うって。あのね、あんな状況じゃリスクできません、ここをリスクできませんよね、そりゃ。さあということで、イライラしてますけれども、こっからちょっと頑張っていきたい。さあまずはこれも俺、あーちょ待って、ミラーだから、針が逆にあったからちょっといけなかった。さあいいね、初手バナー展開強いよ。さあこれ逆、うわめちゃくちゃ食わして、さあ早溜めがちょっと失敗してる中で、まあとりあえずここも OKOK、 いい感じ前に出れた。さあキノコね、 OK、 ジャンピングアクション決めて、ここもちゃんと、ここでジャンピングアクションで交換しながらシングル交換になっちゃった。さあ待って、赤コーラ俺じゃない、 OK、 俺じゃなくてよかった。さあメダルをまずがっつりいっぱい取って、さあちょっとリスク失敗してる民が1人いて、うし、待って、これ前出ちゃおう。一緒バレだから前出ちゃって、赤コーラ俺じゃないことになる。はい、完璧な、作戦通り。さあアイテム1個取って、後ろ取らせてバナーケツつけして、いやらしくバナーをケツつけして、ジャンピングアクション決めて、ここ早溜めができてないんだよね、さっきから。でこうダブルちょっと取りながら、ダブル前置いといて、防御し、やばい、めちゃくちゃ来る。あぶね、いろいろかいくぐって、さあいろいろかいくぐることが成功して、ジャンピングアクション決めて、かすかに見える隙間からジャンピングアクション決めてって、さあ、オッケー、まだいいよ。チクチクロックでここまで頑張れてるのは俺の中で成長。結構苦手コースである、あるから。さあ、ジャンピングアクション決めて、さあ、今、用意。さあ、後ろから来てるね、早溜め、あの、着取りからのジャンピングアクション決めて、OK。アイテム取れないのちょっとしょっぱいな。ダッシュ版もちょっと乗らなかった、若干痛いけど、さあ、爆炸警戒して、こう、ジャンピングアクション決めて、狙ってるね、こう、うわー、もう、そうなってくると、本当にもう、もったいないんだよね。どんどん前行こう。ジャンピングアクション行けて、まだいけることをちゃんと信じて、自分己を信じて。こういうとこ、あーもう最悪、下手すぎる、終わった、もう終わり、終了。ちょっとね、感情的になりすぎてる自分が、もっと淡々と
走る必要があるのかもしれない。ちょっと淡々といくわ、高校スタートだ。なんでスタダは決まんないの。頭おかしくなってんのかな。軸が歪んできてるぞ俺の中で。さあまずメダル取ろう。こうなったらまずメダル取って6枚にして7枚にして、さあ全然まだ遅れを取り戻せるはず。さあジャンピングアクション、ジャンピングアクション、ジャンピングアクションで、こう外メダル取ってシングルライド回収 OK。 まあそれでいいでしょう。はい、悪くはない、悪くはない。さあもう早くもスター入ってるやからがいる。そいつに引かれるのは本当にごめんだから、がっつり前上がっていく、がっつり前上がっていって、オッケーオッケー、いい感じで、このキノコ2つはちょっと温存していこうかな。シングルアイテムでいいか、シングル取って急言われてきてる。さあでこれショーツカッツして、テレサいいね、あっぶな。一回ショートカットして、ショートカットでこれ燃やしてくるから、もう使っちゃう、これね、荒れるから。はい、いいね、いいよ、いい。キノさん引っ張ってきてくれたね、ありがとうございます。さあがっつりここで一気に抜いてって、抜いてって、危ない危ない危ない、ファイアフラーマジだし、がっつり逃げて、がっ、いや当たったの今。俺もやりよすした。おら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 、燃えろ全員。はい、燃えよう燃えよう、燃えろ燃えろ燃えろ。さあさあさあ、いいよいいよ、いい感じ上がってきてるよ。でここもメダル全部ちゃっかり取って、ちゃっつかり取って、ちゃっつかり取ってどんどん上がっていく。でこのキノコは交換する、ダブルアイテム交換 OK で、ナイスキノコ、いいね。これショートカットいけるから俺、ね、何持ってる何持ってる。ガッツリショートカットして、ケツ防御して、ガッツリこれミニターボグライダー、ミニターボグライダー、ミニターボグライダー、はい、ガッツリしばいて。当たってないの今の、俺に当たりそう。ボム、コポン、後ろ爆破、後ろ爆破して、その赤頃早く投げてくんないから、前で前だよね。オッケー、ナイスナイス、前投げ、あダブル取らんのかい。さあオッケー、展開展開、これ強い。これでもう雷来ない限り俺は被弾しないから、被弾しない。まああとブーメランとかってもあるけど、まあほぼないね、それはほぼ確率的には低い、確率的にかなり低い。でジャンピングアクション決めて、ガッツリいっぱい一回前投げて、当たってるね。で1個残しておいて、1個一応防御で残してキノコ来ないから、オッケー、ナイスキノコ、バックスだ、キノコ使ってグライダーナイス、グライダーナイス、グライダー、これ抜けんじゃない、最後最後抜ける、あー抜けてないの。はい、ということでおまけの1レースはヨシバレーていうことで、まあさっきの試合は全然悪くなかった、緑スタイもゲームだし、ここさあということで、1位宣言通り取らせていただきます、ヨシバレーにて。さあまずどんどん前行ってみよう。結構この辺、ま、この部屋だけ前に行く意識みんな強いから、俺も頑張って前行く。さあ最速ルート行って、はい、いい感じ、ミニターボ解放して、ミニターボジャンピングアクション、キノコ持った状態で1出れてるんですけど、これあっぶな、何俺じゃない、はい、多分後ろ沈んだね。はい、いい感じ、沈んでいただいて、やばい、ウルトラミニターボ解放できなかった。でまあとりあえずメダル、めちゃくちゃ攻撃的、めちゃくちゃ攻撃的、ダブル交換して、アップな、なになになに、なんなんだよ、なんなんだよお前ら全員、メダル集、死んでくれ、やば、持ってるもん凶悪すぎる、やばいやばいやばい、もうこれは一回下がった方がいい、もうこうなったら下がる、こうなったら下がります、やばい。よし一回メダル取ろう、このメダル取って、落ちてるメダルは全部俺が拾っていく、危ない危ない危ない。さあアイテム1個取って、2個取って、あー弱い、弱すぎ。でもうわ、しかもサンダー持ってるね、多分次のアイテム効果で使うから、あれまだ使わない、まだ使わない、まだ使わない、使わない。いやー俺の方がダッチュさん早かったじゃん今ね、うっざまじで今の追いつく。まあでもこのサンダー別に大したことない、全然まだ全然まだ全然まだ戻っていける、全然まだ戻っていけるか話したから、全然まだ戻るよ、こっからこっから全然戻るから俺。さあ後ろの悪いではかなり遅れてるけど、まあそれ、ね、弱すぎ、やばい、それはちょっとショートカットいけないこのスターだと。いやギリいけた、ギリいけた、オッケー、ギリいけて、これいけたらでかい、うーあぶな、どういう落とし方、停止するか、1個2個急げ、あもう最悪、あぶね、今の反射だったら俺本当にもうこのゲームやめてた。いやこれ追いつかないぞ、これ追いつかない気がする、追いつかない気がする。最後ダブル交換で何を引けるかの話、何を引ける、これ使っとこう一応。でダブル交換でダブル引いて何が出る、マキシマキノコ、よしいいぞ、このマキシマキノコ結構欲しかった、みんなキラーのずるいけど、ただ俺は結構マキシマの方が欲しかった気持ちがある。パンパンパン、オッケー、ダブル交換して何が出る、急げ、ダメだこれ全然上がれないよ、全然上がれない、みんなショートカットするもん、がっつり抜け、さあ内側から8、何も見どころないこのレース、このレース見どころなさすぎ、見どころゼロのレース。
見どころゼロのレース何が1位取るだバカ野郎。ここスタート。あ、もうスタート決まれよ春日マジで。やべ、怒りが絶頂に達してる。ここまでスタダが決まんないとさすがにイライラしてくる。どうなってんのスタダの基準、自分の中でも。スタダマジ決まるよ。でもこれ、このこんぐらいの距離開けといて、そしたらダブライト取れるだろ、多分。ダブライト取って、がっつり前行って、前攻める。とにかく前を攻める。前をどんどん攻めていく。攻める、攻める走りをしていきたい。さあ、このジャンピングアクション決めて、がっつり。あ、でも意外といい感じ、多分ニスキングっぽいことできたと思う。まあ、ちょっともう理想はもう少しだけど、もう少し早い方が、うわ、ブーメランやば。さすがに俺やってこないよ、それ。アップね。早めに逃げない。逃げて、ジャンピングアクション決めて、ここも、ショーツカッツして、あぶね、パツくんすぐ使う。すぐパツくん使って、こうダブル効果したいんだけど、できるかな、ダブル効果できるかな、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 できないね。できません。できないんで、シングル効果、お、キノさん強い。前めっちゃ逃げてる、もしかして。さあ、メダル10もあるから、ジャンピングアクション決めて、さあ、こっから、ジャンピングアクションで着取りで、うまい！今のできてんじゃない、もしかして。今のついできてるよね。センスでやったけど。スプラトゥーンはすぐ消す。うざいから。スプラトゥーンすぐ消して、さあ、上位勢に食いついてるよ。食いついてる、食いついてる。ジャンピングアイテム取れてる。ショーツカッツして、赤コラ欠乏業。食わして、がっつり。いやー、テイクなんだけど、ちょっと今のはできてないんだよね。今のは、ダブルでき取れて、キノコ。なあ、強い！使おう。まだいける、まだいける、まだいける。信じろ、信じろ、己を信じろ。で、これ一回使って、ジャンピングアクション着取りで、ぴょん！ダメだ。急げ！追いつき、頑張るな、頑張るな、お前、頑張るな。いつけ、い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 け、良いか。でも、俺の中で今の結構成長したシーンだったと思う。一回本当にニスクほぼほぼ完璧に決めてたもん。やっぱ5万レートの人たち早いな。神谷に来て俺が1位。神谷に来て俺が1位。で全然来ない。え、5位。はい、これは動画にしたいね。これは動画にしたい。次は本当に最後にしよう。200cc じゃないやつね。はい。あ、今おっそ、神谷。本当に動画にするかわからない最後のシリーズ。エレクトロドリーム。ちょっといろいろ複雑化してきたね。うん、シリーズも。はい、頑張っていきます。高校。今度これスタート絶対決まってる。スタート。間違えるわけやな、今のは。さあ、ジャンピングアクション決めて、ここはジャンピングアクション丁寧に決めて、メダル1枚取って、風、取れないか。まあちょっと外に膨らんじゃったのちょっと悔やまれるが、まあここでちゃんと軌道修正してガッツリ印刷。すごい今の印刷し、今のインドシアすごかった。ナイスインドシアだったね。さあ赤コラ俺じゃない。さあ風もらいたいな。風もらえないから、もらえない。しかも押される。うわ、アイテム取られて、待って、そのバナーやばい、やばい。ブーメランもやばい。このここら辺のラインやばい、これのラインやばい。さあちょっと避けて、そのバナーを避けたい。バナー避けたくてダブルアイテム、いや、そん角度ずらしてたじゃん今。当たんない角度だったよ。で、こんなようにして、OK。で、ショートカット行こうか。ショートカットは行こう。ここで離されるのだけは本当に嫌だから、ね、ガッツリジャンピングアクション決めて、さあ、まだ食らいついていきたい。前方に。やばい、スターで来るね。これスターで来るから、ちょっと外膨らんで、先行かして、先行かせる一回。一旦先行かして、様子見。様子見大事。で、バックサとか来るからさ、バックサ見えてます。見え、あぶねえ、マジで。どっち行く？あ、こっち行くか。なるほど。がっつりダブル交換して、まだあるよ。テレサ使おう。前のキノさんパクってくんないかな。で、キノコね、うん、これダブル交換したいな。できるかな。ダブル交換できてないんだよね。ここの交換できたら本当に痛い。まあ、きっと雷が降って全部チャラになるだろうっていうことで、そういう読み。さあ、トゲ行った。トゲは当たんない方が早いですよ。して。さあ、まだあるよ、まだある、全然大いにある。こっから俺がキノコ引いて魚振るムーブが確立されるから。さあどうだ。そう、マジでキモい。バックスだ、そこでする。普通、しかも当たる、それ普通当たんないよね。普通は当たんないと思うんだよ、ま、見た時にはもう時すでに遅しだね。時すでに遅し。カメラに来るならここら辺で来てもおかしくない。いや、そのキラーマジケツの穴広しマジで死んどけ全員。回避してるやつは何かいるんだよ。キノコ使ってなんだかんだ5位まで戻ってきちゃうんだよ。なんだかんだ
ダメだ。今日なんかマジ取れたからゼロ、全部全部取れたからゼロ。オチがつかんのよ。オチが、オチが必要。俺の動画にはオチがない、オチがない動画は作りたくない。オチが必要。高校さあ、ということで、キロピオハーバー 150cc、 俺はね、やっぱりね、常に心上げてることって1位を取ることなんだよね。1位を取ること以外俺は何も興味ない、正直。常に速い走り、圧倒的な走力、そういうものを追い求めて、はあの頑張っていきたい、日頃ね。さあ、これ速いルートから行こう。速いルートから行って、しっかりメダルを取りながら、ちょっと 2個取れなかったけど、まあ、このアイテム結構強いんで、さあ、いいアイテム持った状態で運搬できてるんで、いいアイテムを運搬できてるんで、しっかりとここでメダルをちょっと取って、で、まあ、もうちょっと持っていこうか。もうちょっと持ってって、どこにそれごっつんこしちゃうからね。それごっつんこしちゃうよ。さあ、バックスターも警戒したいんだよね。さあ、ここもうちょっと持っていく。もうちょっと持っていきたい。さあ、もうちょっと持ってって、さあさあさあ、8人しかいないからね。8人しかいない。これちょっと1回使って、がっつりアイテム1個取って、で、ここで一気に登っていくスタイル。1人引いといて、待って。これは強い。雷、この、やっぱロゼッタ早すぎねえか。チートなんだけど、チートだねこれ。やばいやばい、キラーも来てる。どうしよう。あ、俺だねこれ。あ、でもないですか、ね、ここでダッシュ版で俺復帰できるから、いい判断だったね。これはいい判断、ダッシュ版で復帰できてるから。回避してる後ろ、ロゼッタに誰も追いつかないでしょこれ。誰が追いつく、ロゼッタに。こっからロゼッタに追いつくビジョンがあるんだったら教えてほしい。さあ、これすぐ使って、これ使って、これ使ってって、ショートが誰か追いついてるね、ロゼッタに。なんなら追い抜いてるよ、追い抜いてるまである。それでパクられる、がっつりしばいて、俺なんだよね。はい、結局悪い意地が勝ちですこれ。この試合使って、もうあの広いから、いろいろ広いから使って、ダブライで戻って、強い、まだあるんじゃない。ワン、お、もらいキロ押して使っちゃって、風もらって、俺も使う、俺もここで負けじと使って、負けじと使って、ダブライト取れないんだよこれ。実はああいう取り方すると取れなくて、やばって、やめろお前、こっち逃げる、こっち逃げて、ここで加速して